はい、皆さんこんにちは、203です。今日はこの間組み立てた105のインプレッションを簡単に語っていきたいと思います。まあ、リドレーのダモクレスっていう、まあ、10年ぐらい前のモデルになるんですけども、ツールドフランスとかでも走ったような、当時イタリアチャンピオンのフィリッポ・ポッツァートっていう選手、すごいイケメンの選手が乗ってて、で腕にキアラってカタカナで、彼女の名前がカタカナでこう入れ墨してるので有名だったんですけども、その選手が使ってた人気モデルなんですね。で、弱虫ペダル、皆さんご存知の、漫画で、まあ、山上って言われてるクライマーの箱根学園の東堂陣八っていうキャラクターが乗っているモデルでもありますね。その色違いのモデルになります。で、まあ、今もカチューシャっていうチームあると思うんですけども、ワールドツアーのチームがあるんですけども、そちらの当時のカチューシャの、カラーリング、チームのカラーリングのモデルになってます。シートポストがフレームと一体型になってるインテグラルシートポスト ISP っていうものなんですけども、普通まあ ISP のシートポストっていうのはだいたい高級モデルというかフラッグシップとか使われてるんですけども、今でも使ってるのって言うとジャイアントですね。ジャイアントのアドバンスド SL みたいな対抗法モデルなんかには使われてるんですけども、それが軽量化にもつながるし、まあかっこいいですね。見た目がすごいかっこいいんで、ボディ同色っていうことで、それもまあ、乗り心地にも多分影響が出てくると思うんですけども、それがなかなか乗ってみて良かったですね。で、今回ホイールはマビックのキシリウムのエグザリット SL というのをつけて走ってみたんですけども、まあ、なかなかちょっと今105のインプレまでちょっと長くてすみませんけども、リドレーのダモクレスプラスそのマビックのキシリウムエグザリット SL の組み合わせがすごいマッチしてて、めちゃめちゃ乗って楽しい、進む感じでしたね。で、まあ平坦は、まあ、いつもそのリープリムとエアロフレームに乗ってるんで、まあ、それほどスピードがすごい出るって感じはないんですけども、坂、上り坂がすごい進む感じで、僕は坂がすごい苦手なんですけど、それでもなんかいつもより走れましたね。だから、まあホイールの影響が大きいのかもしれないけど、坂がすごくよく登れましたね。山上の東堂が乗ってるモデルっていうのもあって、なんかまあ坂が登りやすい気がするなっていうのもちょっとありました。実際じゃあ105の方はどうだったかっていうと、アルテグラとかとほとんど差を感じないんですよね。操作感はもう本当にカチッカチッっていう形で、その節度感のある操作感、すごくその操作してその質感があるというか、安っぽい感じは全然操作的にはなかったですね。シフトも気持ちよく決まるし、9100の機械式もターマクの方につけてて、それでまあレバーの感じ、シフトの感じなんかも、知ってるんですけども、そのカチッっていうその操作感自体はほぼほぼ変わらないですね。まあ違いが何かっていうと、やっぱり重さというか、その、変速するとき、特に大きい方のレバーを内側にこう入れるときの力加減っていうのは、やっぱりデュラエースの方が軽い力でスッと入るんですね。それが、まあ、105の方はもう少しグッと力を入れないと変速できないっていうのはあるんですけども、その、変速の感じっていうか質感みたいなものは、全然差がないというか、その安っぽい感じは本当全然ないんで、本当に105でいいなっていう感じがします。乗ってる分にはもう全然コンポの違いっていうのは、まあ、感じないですね。で、もしデメリットがあるとしたら、やっぱり重さですかね。やっぱり105フルセットになると、多分アルテグラと比べてフルセットで 300g ぐらい、デュアラエースと比べると多分 600g ぐらい重くなっちゃうと思うんですけども、そこの差っていうのは結構車両全体で見た時には大きな差になってきますね。やっぱり 600g 違うっていうと、例えばなんですけども、まあ総重量で 6.8 キロの、バイクと 7.4 キロのバイクって言ったら、持った感じが全然重さ違いますよね。で、まあ、やっぱり坂、上り坂にもそういうのってちょっと影響してくるんで、まあ、ヒルクライムメインで行くと、もうちょっと上にステップアップしたいなっていうのはあるんですけど、普通にまあ乗って平坦メインで走ってる分にはコンポの差っていうのは、まあ
本当に差がないというか乗ってて違いが多分わからないし、コンポを変えて速くなるってことはまあ多分ないんだろうなって気がします。上りは別として、本当今回のその105っていうのはアルテグラとかと比べてその質感の差をつけてないのがいいなと思います。前の5800の時の105っていうのはやっぱりまあ実際の性能はそんなに悪くなくても見た目とかその操作感のところでちょっと差をつけてるのがあって、そこでやっぱりアルテグラじゃないとみたいな形でちょっと上のモデルを買いたくなるようなそういう戦略だったのかもしれないですけど、今回の105はもう本当これで十分というか、これ以上はまあちょっと趣味の世界というか、まあもう少し軽くしたいとか、まあ満足度上げたい人っていう人以外は必要がないかなっていう感じはしました。まあでも自分の場合で言うとやっぱりちょっと結構重さ軽さというかそういうとこは結構気にするんで、まあ最終的にはやっぱりデュラエスとかの方がいいなとは思ってしまうんですけど、もう本当操作感とか普通に乗る分にあの違いはもう体感はできないですね。なんで今回の1万は、非常におすすめです。でブレーキも全然あの今回乗ったのがあのエグザリットだったんでブレーキ、まあ、そもそもブレーキが効くやつだったんであの参考にならないかもしれないけど、ブレーキの効きはすごい良かったですね。でまた話ちょっと戻って、そのリドレーのダモクレスっていう、まあ、もう10年ぐらい前のカーボンフレームなんですけども、まあ、今乗っても全然いいというか、すごい振りが軽いし、なんていうんですかね、あの本当ずんずん漕ぎたくなるというか、久しぶりにその乗って楽しいって思えるフレームだったですね。最近あのフラッグシップ結構多く乗ってて、動画には出してなくても実際はあの結構いくつか乗ってるんですよね。動画に出してるところで言うと、まあ、トレックのマドンとかがあるんですけど、実際、まあ、動画にしてなくて乗ってでも手放しちゃったっていうのをっていうと、キャニオン の, あのエアロード CFSLX とか、あとメリダのランプレ時代のメリダのリアクトのチームとか、あとはジャイアントのプロペルですね、ジャイアントのプロペルのアドバンスド SL とか、あの辺も実は乗ってるんですよね。けどあの辺のはまあもう本当トップレベルというかフラッグシップなんで、乗ればまあ間違いなく速いんですけども、そういう速いのばっかり乗ってた中で乗って楽しいって思えたのが、ちょっと久しぶりに乗って楽しいと思ったのが、まあ、あのダモクレスだったですね。まあ、多分スピードで言ったら多分速くはないんだけども、ダンシングでこう振った時の軽さとか、漕ぎ出しの軽さとか、本当軽快感がすごい強くって、まあ、本当楽しかったですね。久しぶりになんかこう、あーロードバイクスピードだけじゃないなって、こういう楽しさもあるなっていうのでちょっと再認識して、結構いいなって思いました。まあ、あの本当スピード出すだけがロードバイクの楽しみじゃなくて、本当なんていうんですかね、こう普通に漕いで、まあ、心地のいいスピード感ですよね。でそれでまあ自然の中をこう走って、こう、自然と一体感が出るみたいな、で一人で走ってるとこうなんかこう無心になれるみたいな、そういう気持ちの良さみたいなのがロードバイクにあると思うんですけども、まあ、スピード出すだけじゃなくてそういう楽しさみたいのをちょっと久しぶりに思い出させてくれたような、そんなフレームでしたね。まあ、ちょっと話が逸れちゃったんですけども、今回あの105のインプレッションと、まあ、あのリドレーダモクレスのインプレッションみたいな形になったんですけども、こんな形の、感想でした。いかがでしたでしょうか。今後もまたインプレだったりとか組み立てだったりとか、いろいろ動画撮っていきたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。